未だかつてね、こんなツーリングはなかったでしょう。ランページモンキーでございます。前回の、まあ、シリーズ災難ツーリングと名付けても良いでしょう。災難が起こりまくるツーリングの回があったと思うんですけれどもね、まさにそのツーリングを撮影した、翌日、まさに続編という感じで、災難のうちの一つ、まあいろいろ災難ありましたよ。ですがその災難のうちの一つ、浜里さん大事なキーホルダーをなくす事件というのがねあったんですけれども、確認するために元ブログの映像をね、こういう時便利ですね、確認してみたところ、開いてなかったお店のとこで落としてたっぽいですね。なんかあそこの駐車場でキーホルダーがついてる映像もあるし、キーホルダーがなくなってる映像もあるということで、もうあそこやんみたいな。ほんまにあんな綺麗に映ってんねんなっていうぐらい、ある瞬間とない瞬間がほんまに551の豚まんみたいな感じでさ、ある時ない時みたいな感じで関西でしか通じひんて。あそこ俺探しに行ったんですけど、記憶がまああんまり曖昧ということであって、まあ、発見できなかったのでしょう多分俺が、まあ、ということでね、あそこの駐車場に、まあ、あるということで、もう確信を置いてるからこっちとら、まあ、本日仕事だったんですが、まあ、キャンセルしてね、仕事はちょっとあったんですけど、まあ、キャンセルして、キーホルダー探しに行くということで、あると信じて、まあ、行くしかないということで、いやーこれはあってほしい、マジであってほしい。まあ、しかもね、昨日雨の関係で、まあ、蕎麦屋さん行くのをやめたりとかで、実質あの店もね、なんか知らんけど定休日で、ひよこまんじゅうか鶏まんじゅうか知らんけど、あの買えなかったんで、まあ、ちょうどねそれも行けるということで、まあ一石二鳥ですね、まあ、どれだけに。やったキーホルダーのために仕事休んでくれるって、まあ休むというかずらすというかね、まあ俺は自由なんで、俺は自由、まあただね、まあこう言ってはいるけど、まあ一抹の不安はあるよね。一抹の不安、うん、あの仕事、まあもしね一抹の不安を解消してくれるために俺に給料払ってくれるよっていう人はね、スパさん振り込んどいてください。俺の今日の給料振り込んどいてください。まあキーホルダー探しに行ってるやつが悪いんやけど、やばいあれかな。いやでも俺もな、ちょっとな、あの俺が見に行ってさ見つけられへんかったっていう、やっぱ負い目を感じてるわけよ。そこ、これ左、え右、これ右やった、あれ、うん、うん、違うな、左やで、左って右やで、これこっちやな、うん、行ってそこ右やで、俺ここ一回通ったから知ってんねん、そこ右やって、ここやな、うん、そう一回通ったから今日 R7 で来てんな。そうそうそう、もう下見済みやから、下見みたいなもんに言うて、まあ一回通ったから R7 で来てるっていうのもあるし、まあ昨日も R7 乗りたかったのはあるけど、やっぱ R7 乗ることによってほんまに翌日ですよってことがよく伝わるやん。確かに、まあまあでもその店がな開いてるってことで違う日ってことは分かるんやけど、ガチの翌日に来てるからこれ。うちなんかさ帰り結局むちゃくちゃ雨降ってジャケット濡れたから、お気に入りのジャケット着られへんかった。お気に入りのジャケットを選択して今日込みやもんな自分。そう、そんなん言えたら俺がなんかそのままジャケット着てるみたいやん。そのまま着てるけど、でも変わってさ吹けばなんとかなるやん。めっちゃ陰干ししてなんか今日めっちゃその綺麗になってた逆に。やろう、うん、逆に綺麗だってたわ、なんか一周回ってで匂ってみて臭くなかったから、あ大丈夫やと思って。まあそれレーザーってどうすんやろな、洗濯できひんもんな、これどうすんやろ。なんかほんまに陰干しとかしかしたことないけど、え春日ってな、うん、お風呂な、うん、入らんとな、きなり春日ウェットティッシュで拭いとってんで、だからそういうことじゃない、節約家やから、ウェットティッシュで拭くんじゃない、ウェットティッシュで拭くんや。どうしよう、なかったらどうしようの心配やねんけど。いやあるやろ、ヴィトンのキーホルダーとかさ、そういうのじゃないや、うん、盗まれへんやろさすがに。なんかあの100均で買ったケースみたいに入れてるし、100均の透明のケースにピック入れてるだけのキーホルダー。そのキーホルダーがなんで大事かというと、ライアーのみんなはわかると思うけど、イベントものってさその日の日付と場所が書いてるやん。あそれやねん、ね、まさに確かに、そう日にちと場所が書いてて、ほんまにその日に買った大事な思い出の品物やから、ずっと大事にな、スマホにつけててんけどな、それがあかんかった、うん、俺大事なやつつけられへんもん。うちはそれを見て常にニヤニヤするタイプやから。しかもそのツーリング行く前もさ、なんか財布忘れたっていう話しとってさ、それ毎回やな、そうそう毎回やねんけど、やっぱり落としたら嫌やから持ち歩くもんじゃないやん財布ってっていう話をしたって。確かに、でもまだ1回も落としたことないねんで、そう言ってって。確かに、そう言ってた矢先落としたよね。確かにその話してたな。
いやでもこの道マジ快適すぎてめちゃくちゃ楽しいな。まあ信号ほんまにないから。そうめっちゃ楽しい。2日連続で走れるのはマジで神やわ。逆にキーホルダー落としてくれてありがとうまでもあるな。ないよ開いてるかも。電気ついてるもんだって。ほら電気ついてる。ちょっと何時あるかな。分からへんけど俺砂利に止めるの怖わ。どうしよう。あのどこら辺止める。ここ止める。えどこ。え、もう止めたで。あ、そっち止めんねや。だってこの辺で落としたもん。この辺で落としたやろ。この辺で落とした。この辺やね、映像はマジで。この辺まではここに機能止めて、こうやって止めて、で、玉里さんがこの辺止めてる時はあってん。そう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 、映像的にはな、ほんまにこんな感じやったな。そう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 、そこはあってん。そんなんやったで。え、お皿買おうかな。え、お前やばいやん。今度皿割るで。え、でもめっちゃなんかあのプチプチとか持ってきた。買う気満々よ。ただ買う人しかプチプチ持ってこへんもんだって。え、ほんまにここはもうここではなかったん。もうここではなかったん。じゃそっちではあってん。つまりこっからそこの間のど。とりあえずちょっとひよこまん買わへん。あれやん、駐車場でうろうろしてたらやっぱりあれやん。あれか。とりあえず買ってから探すっていうのが礼儀かもしれん。パッと見つかるかなと思ったら見つからんかったな。じゃあとりあえず先買わないと変人やと思われるからな。変人やから実際に。かわいい。めっちゃかわいいの。仲良しパック。アンマンと豚まん両方1個ずつ入ってる。ピンクのくちばしの方がアンマン。しかも作りたてやで。しかもさつまいもあんらしいね。めっちゃ欲しいのいっぱいあってんけど、さすがにバイクあかんっていうこと。俺もちょっとコーヒーカップ2製追加しようかなと思ったけど。ちゃうやん、間違った。キーホルダーやで。普通に帰りそうになった。さすがにいきなり探してたよな。怪しいからとりあえず買おうっつって買ったけど。絶対ここやと思うね、うちは。え、これちょん。ええ、ちょっと待って。どこにあんの。嘘やん。これよ。え、待って、そんなところにある。これよ。え、違うこれやん、絶対。 えこれじゃない、マジで。嘘やん、マジで。え、てか、え、嘘やん、自分。え、ちょ、てここ来た。来てない、来てない。え、嘘やん、あれ方ってある。ここは、ここの時あったからな。え、だから絶対あれやって。ここで自分が多分暴れて吹き飛んだやん。あ、飛んでったんかな。飛んだんや。それか、まあ、ここで見かけた人が端っこに寄せてくれたかなんか分からんけど。めっちゃ嬉しい。ほんまにやばいよ。普通にあって。え、こんなことある。いや、まあ、ここでなくなってるのは映像で確実やし、昨日の今日やからあるやろと思ってたけど。え、あのな、さすがにな、ちょっとな、窓開いてるからさ、大声で今ちょっとそうやな、喜ばれへんから。すごいな、すごい抑えてんねんけど。小声で喋ってんねんけど。え、やばい、興奮してる今。ガチで、やばい、やばい、ガチ。めっちゃ嬉しい。え、めっちゃ嬉しい、やばい。え、なんで、大体なんであんなとこに行った。すごい音してるみたいな自分言ってたんや、そういえば。だからあれの時に多分吹き飛んでいったかな、分からんけど。ちょっとここでは大声ではちょっと喜ばれへん。いや別に大声で喜ばんでもいいで。ほんまに嬉しい、感動の再会やん。なんか地獄から天国行った人おる。次、あの昨日行けなかった蕎麦屋さん行くっていう話で、ちょっと前のめりで今電話して12時に行きますとか言っちゃったから、ちょっとだけ言った、ちょっとだけ急いでんねんな。行きまーす。うるさ、めっちゃ嬉しい。こんなことある？え、こんなことある？いや、もうこれは次の日に探しに来るという執念やな。